森田さん、お待たせいたしました。はい。RT in Japan、Winter 2021、アーケードゾーンが、4作続きます。続きましたが、これ4作目、ファイナルラウンドとなります。ドドンパチ最大往生でございます。はい、よろしくお願いいたします。プレイヤーはカエルさんです。はい、ではカエルさん、軽く、自己紹介の方お願いいたします。はい。まあ、皆さん、こんにちは。カエルと申します。あ、今聞こえるかな？聞こえますか？聞こえてると思いますよ。あ、あ、ちなみに私は外国人です。あ、よろしくお願いします。あ、今回プレイするゲームはドドンパチ最大往生です。そして RTA じゃなくて、RTA じゃなくてハイスコアアタックです。今年夏の RIJ で視聴したテススマイルとバトルガレッカと同じ枠で考えたら OK です。ゲームの詳しい説明は解説者がしてくれると思いますが、まず始める前に話したいことがあります。今回 RIJ の参加申し込み すいません。参加申し込み書に少しまあ少し、このゲームは少し難しいですと書きましたが、まあ実はそれは一般的なパターンでプレイした時の話で、今日はハイリスクなパターンでプレイする予定です。はい。まあ、ここからは解説者にお任せします。どうぞよろしくお願いします。では解説の、2人の自己紹介をしたいと思います。まず私から、私、まあ、かゆさんの、フォロワーで、仲良くさせていただいているものです。六吉と申します。よろしくお願いいたします。はい、では、スカイさん。はい、私も、同じく解説を担当させていただきます。クリアスカイと申します。最大往生というゲームはですね、まあ、今日はカエルさん、エキスパート強化っていうのをやられるんですけど、私は他のちょっと部門でスコアアタックをやっておりました。でですね、去年の夏の GDQ、SDDQ2020 ですかね。で、そこでカエルさんのプレイの解説をさせていただいて、まあ、そのご縁もあって、今回も RIJ で解説をすることになりました。どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。さて、ドドンパチ最大往生というゲームについてちょっと軽く説明しましょうか。最大往生、こちらなんですが、2012年に株式会社ケイブが、発売した、アーケード向けに開発した縦スクロールのシューティングゲームがですね、いわゆるドンパチシリーズのシリーズ最終作となってまして、まあ、同作は現時点では最後のドンパチシリーズとなってます。で、まあ、弾幕系シューティングのカテゴリーに入っているんですが、まあ、そのカテゴリーではありながら、弾も多く、そして敵弾の速度も比較的速いのが特徴のゲームですね。で、今回、まあ、何種類か、ゲームバージョンがありまして、アーケード版と Xbox 360版と、アーケード向けに再リメイクした XR アルカディア版の3種類があるんですけども、今回、カエルさんは、2012年最初に発売されたアーケード版を使ってプレイをします。はい。まあ、カメラのところに、筐体が映ってますよね。こちら、本物の、アーケード筐体と基板を使ってプレイされます。ゲーセンにあるやつですよゲーね。センあるやつですね。そうですね。いやー、これをちょっと後々、プレイヤー紹介のところで説明したいですね。まあ、ちょっとプレイヤーについて軽くお話ししましょうか。カエルさんというお方、韓国のシューティングゲーマーでございます。ドドンパチ最大往生で5.33頂点というスコアを出されてて、これが現在の B エキスパートの火鉢部門で、ワールドレコードの、記録となってます。カエルさんについては、まあ、私の印象としてはかなり極めてストイックな性格でありながら、とても他者にすごく優しい方で、親しみやすい性格の持ち主という印象ですね。まあ、国内外問わずとても多くのシューターが彼を慕っております。で、イベントにも積極的に参加される方でして、ここ数年で開催された多くのシューティングイベントにも最大往生で出ていかれまして、で、そうですね。1年前の SGDQ2020 にも参加された経験があります。はい。そんなカエルさんなんですが、
アーケード筐体を買っているということで、そちらをちょっとお話しましょうかね。まあ、360版をもともと使用してプレイされてたんですけど、ちょっと360版に、少しだけ入力チェーンが存在するんですね。それがちょっと、どんどんプレイが上手くなるうちにネックになってきちゃって、で、1年前にちょっと日本からアーケード筐体を輸入しようと、ついに決意されました。かかった費用っていうのが、ゲーム筐体のこのアストロシティですね。送料込み20万円、ゲーセン椅子1万円、ダウントラスコーダー3000円、キャプチャーコード5000円、イヤホン端子ハーネス7000円、筐体用レバー6000円、筐体用モニターの修理費用1万8000円、最大容量の基板67万円、通関費用9万円、計103万9000円。最大容量を最大のパフォーマンスで遊ぶために、これだけの完璧な環境を仕上げて、そして見事世界記録を達成されたということで、本当に頭が上がらない。記録を出してですね、もう本物を買って、で、本当に記録出しちゃったんですよね。出しちゃったいますからね。今はもう毎日この筐体使って配信されてるんで、うん、本当に103万円の価値はあったと思いますね。そんなカエルさんなんですが、うん、まあ、とても日本通の方でございます。まあ、さっき日本語で普通に喋ってらっしゃったと思うんですけど、まあ、日本のことが大好きな方で、まあ、アニメとしては、隣の吸血鬼さんと街角魔族がすごい大好きな方なんですね。ツイッターでは隣の吸血鬼さんをフォロワーに熱心に布教してますし、街角魔族のこれで勝ったと思うなよっていう目台詞があるんですけど、これを最大王女遊んだ後によくつぶやいてらっしゃいます。我々もこれで勝ったと思うなよよく言うようになりましたかね。ちょっと流行ってますもんね。流行ってますもんね。まあそんなところでカエルさんの説明は、まあ、そんなとこかなと思います。はい、はい、じゃあ早速プレイの方に行きましょうか。行ってしまいしょうか、まあ。はい。ゲームシステムの説明とかは、プレイしながら解説していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、では、ロキチさん、5カウントでお願いしましょうか。はい、わかりました。はい、では、始めます。5、4、3、2、1、スタートです。はい、ではゲームを始めてください。グッドラックです。はい、グッドラックです。今回カエルさんが使用される機体が、タイプ B のエキスパートとなります。こちらがですね、B 機体のエレメントドールヒカリちゃんというキャラクターなんですが、このヒカリちゃんに水着を着せた、B タイプエキスパート強化ですね、こちらで出撃します。で、水着を着せるとどうなるかっていうことなんですけど、ショットとレーザーが2種類の装備があるんですけど、この2種類の装備が強化されるというメリットがありますが、ただ水着を着せた副作用によってですね、敵の攻撃が激しくなってしまう上にボブが1個しか持てなくなってしまうんで、かなり上級者向けの機体とはなりますね。そうですね、上級者向け、うん、上級者向けでは間違いないですね。はい、ただ一面に差し掛かりましたね。したね。はい。じゃあ、今回、ハイスコアアタックということで、ちょっとスコアシステムの説明をさせていただきます。はい。ですね、このゲーム、コンボゲーです。まあ、8シリーズの伝統的なコンボゲーですね。そうですね。左上にちょっとコンボゲージといって赤いひょこひょこなってるやつがあると思うんですけど、これはコンボゲージです。はい。はい、これが、下まで行ってなくなっちゃうと、コンボが切れちゃうという状態に。なります。でコンボが切れないようにショットで敵を倒したり、レーザーで敵を硬い敵を炙ったりしてコンボゲージを維持していきます。はい。ただここではあえてコンボ切るという選択肢を取るみたいですね。そうですね、ちょっと後でご説明しますが、点数を稼ぎに関係ないところは、調整に当てているので、ちょっとこういうふうにわざとコンボ切ったりもします。はいはい。でコンボをつな、げると、どういったメリットがあるんでしょうか。そうですね、コンボはですね、ゲットポイントシステムと言いまして、今ちょっとボス戦に入っちゃったんで消えちゃったんですけど、消えちゃいましたけど、また2面に入った時にちょっと説明しましょうか ね、 ね、はい、1面ボス、はい、スザクとなります。大丈夫かな、今ちょっとボムボスにしてはまあ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 強すぎるぐらいのボスですね。うん、そうですね、こいつがやっぱりオートボムを出されたりとか、被弾してしまったりというのがよくありますね。さっきちょっとやっちゃいましたね。大丈夫かな、
まあ、どうにかするでしょう。はい。はい、ということで、1ミリクリアです。速やかに次のポイントへ移動してください。はい、面に差し掛かったところで、引き続きゲームシステムの説明をしていきます、ね。そうですね。はい、ちょっとボスで隠れちゃった左上の表示ですね。マックスというのが、マックスコンボですね。コンボが一番つながった数字。で、その下にあるプラス、今、どんぐらいかな ?4 万ぐらいかな、ね、になってるやつが、これが、素点というふうに呼んでます。コンボ中に倒した敵の、撃破点が全部加算されていきます。これがどんどん溜まっていくんですね。で、スコアシステムでですね、このゲーム実はバグがありまして、はい、このコンボ素点がですね、2147万点から2148万点ぐらいになると、突然それが43億点ぐらいに壊れてしまうという現象。不思議ですね。ちょっとこの RT in Japan、いろんなゲームが壊れちゃいましたが、このゲームも壊れてしまいます。はい、まあまあ、ちょっとだけ壊れるんで、ちょっと減らしてしまいましたね。これは、やり直されますね。はい、仕込みが崩れてしまったっていうのもありますので、1年からやり直されるそうですね。はい、はい、すいません。ちょっとスコアアタックという、カテゴリーの、そうですね。まして、ちょっとその後に大きな影響を及ぼすときは、ちょっとやり直しをさせていただくというふうになっております。はいはい、ご了承ください。すいません。冒頭で急ぎ出たんですが、これ RTA ではありません。スーパープレイ枠のカテゴリーの一種でして、まあ、特定のテーマを決めた、やり込みを、見せるというような枠でございます。で、今回、ハイスコア狙いのプレイとなりますね。はい。はい、再出発されました。さあ、再びグッドラックです。はい、先ほどの、素点がいきなり跳ね上がるという話になりました。そうですね。はい、この数字、普通はね、数百万点しかいかないんですけども、2147万ちょっと越すと、突然43億点ぐらいになってしまう。というのが、まあ、バグなんですけどね。で、普通にプレイしていると、だいたい、500万とか600万ぐらいなんですけど、これ、はい、ハイパーシステムというシステムが存在しまして、はい。はい。この後、ちょっと中ボスでハイパーを発動すると思うんですけど、この時に、素点に倍率がかかります。で、これが最高で3倍ですね。3倍かかるので、だいたい2148万の、3分の1、716万点ぐらいですね。このぐらいに3倍かかると、オーバーフローしちゃうと。そういうバグがあります。はい、これがハイパーですね。これがハイパーですね。これハイパーシステムといって、この時に、素点にちょっと隠れてますが、倍率がかかっています。はい、さっき、やったプラスなんちゃらっていう数字の表示ですね。はい、今見えましたね。このプラス。かける 1.2 と出てますが、はい、はい、これが倍率になりますね。倍率ですね。今、ハイパー切れたので倍率はなくなりました。はい。なのでですね、このゲーム、ハイスコアアタックの注目するところとしては、その左上のソテリーですね。これが、ハイパー中に2148万点いくかどうか。で、ハイパーじゃないときは、716万点ぐらいいくかどうかっていうのに注目していただくと、オーバーフローがいつ起こるかっていうのがわかるかと思います。はい、1ヒットにつき43億点ですか。はい。今の、国境なき1台への寄付金額が、432万円となっておりますので、その約1000倍ということになりますね。とてつもない数字だということがお分かりいただけるかなと思います。通常通りプレイするのは200倍ぐらいのスコアになっちゃいますね。いやーすごいバグですね。はい、はい、今回は、オートボム出ないまま、1面をクリアしました。はい、このボムがどうしても2面中ボスに必要だったんですよね。ですね、やっぱりね、はい、こう仕込みっていうのが大事なんですよね。スコアアタックで、この仕込みがちょっと失敗してしまうと、その後続行が難しくなるので、はい、ちょっと今早めにやり直したということになります。今、2面に向けて、2面進んでるんですが、これから、3面次のステージに向けての仕込みを同時に行っているというような状態になりますね。そうですね。仕込みというのが、この左上のハイパーレベルですね。今02になってますが、このハイパーレベルと、あとはランクですね。真ん中の上のところの黄色いランク。はいはい、これを調整するために今いろいろ作業を行っています。そうですね、普通にやればもっとハイパーが溜まるとこあえて溜めなかったりとか、はい、もう一回調整されてますね。そ
そうですね。で、ここでボムを撃ちます。はい、さっき撃てなかった、撃てずに死んでしまった場所ですが、今回はボムがありますので。はい。はい、で、これ、ボムを撃ったことで、今、ランクが下がってゼロに戻りました。はい、これが仕込みですね。仕込みですね。これで、この、中ボス、結構強いんですが、まあ、ボムを撃つのとランク下げと、あと調整を兼ねて安全に倒しました。はい、なるほど、なるほど。3面に向けての仕込みということなんですが、これは、3面に向けてオーバーフローを起こすということなんですね。そうですね。ここ仕込みとしては、ボスを倒した時点で、レベル6ハイパーとゲージ 90% ぐらい、そこを目指しています。はい、そうですね。6ハイパーと、2面終了時に6ハイパーとゲージ9割以上が、はい、まあ、目標値と、ね。そうですね。はい、今6ハイパーが溜まりました。溜まりましたね。ここでボス戦でボスを炙るとまたハイパーゲージ溜まっていくので、それで調整していきます。またこのボスがね、また強いんですよね。この交差点結構厳しくてですね。これが、ここが結構狭いがうまくやってますね。さあ、この後。ここでスイスイ避けて、ちょっとずつ右に行きます。で、右に行って、攻撃が右端で終わるようにします。そうすることで、次の攻撃の赤弾を誘導してますね。そうですね。これかなり楽な形です。はい。はい。この後、3つ赤弾が重なった弾来るんです。これが時期に来ないようになるんで、そうですね、これが一番楽に避けれる方法ですね。このゲーム結構、その時期の位置で誘導できる弾幕と、もうランダムでどうしようもない弾幕とありまして、まあ、誘導できるものは極力誘導していこうということですね。はい。で、この弾幕はどうしようもない寄りの弾幕ですね。頑張って避けます。頑張って避けましょう。はい。カエルさんなら、受けますね、はい。大丈夫ですね。はい。これで、レベル6ハイパーとゲージ約 90%。これで仕込みが完了ということになります。はい。では、2面クリアとなりますね。はい。それで、いよいよ3面、運命の3面です。ここ、はい、うまくいくように皆さんお祈りをお願いします。はい、RT プレイをお願いいたします。本当に難しくて、見どころなんです。はい、はい、3面ですね。はい、溜めた6ハイパーを、このザコヘリの弾を引きつけて発動します。はい、ここですね。さあ、これリチャージについてもちょっと説明いただきましょうか。そうですね。今ハイパーを発動したんですが、ハイパーの終わり際に玉消しを起こします。で、この今左下に見えているビルですね。これ破壊すると玉消しが起きます。はい、ハイパーの終わり際で。で、はいはいはい、ハイパー。はい、玉消しを起こしたアイテムをハイパーが終わってから吸うことで大量にリチャージというのを行います。はい、で、あっという間に今、レベルが溜まってますね。はい。最大10ハイパーまで貯めることができますが、この後、6ぐらいで撃つんですよね。そうですね、6ハイパー貯まりましたね、うん。はい、ここですね。はい、また弾を貯めて。貯めて。貯めて、危ないわ。打ちます。はい、来ました。大丈夫か？はい、大丈夫か？大丈夫か？オッケー、いきましたね。はい。こんな感じでですね、ハイパーを打って終わり際にリチャージ。で、リチャージしたハイパーをまた打って、で、終わり際にリチャージというのか、というのを繰り返して、点数を稼いでいきます。はい、リチャージした、アイテムにも素点がありまして、結構その数によってね、素点を稼いでますね。別ですね。これもリチャージですね。タイミングバッチリですね。5ハイパー溜まりました。で、ここは、ちょっと頑張って避けるゾーンですね。はい、ここはどうしようもないので頑張りましょう。この縦に連なっている赤弾、それが横に連なっている青弾ですね。あとは時期を狙っている、3ウェイの赤弾、はい。この3つをうまく避けながら、レーザーで、これは、壊していきます。これは、砲台がやりたい放題撃ってますね。砲台がやりたい放題。砲台撃ってますね。はい、ということで、6ハイパー撃ちましたね。ここでも玉騎士を利用して大星を出して素手を稼ぎますね。ここで戦艦の先端の方の砲台を頑張って今壊してますですね。これね、壊すタイミングを間違えるとこの後の攻撃がこの青いやつですね。はい、2回目3回目をうまく玉騎士してリチャージ。いいですね。これ一気に10ハイパーまで溜まりましたね。マックスですね。マックス10ハイパーです。はい、
あ、中ボスは逃がしますと。これ、はい、中ボスの第一形態終わったところで逃がします。で、ここからですね。そうですね。今、素点が554万点で10ハイパー発動しました。いいんじゃないですかね。結構いいですね。結構いいペースだと思います。150万あれば、十分だというふうに聞いていますので、はい、さあ、ここからそろそろオーバーフローの時間が近づいてきております。ですね、はい。ここさえ抜ければという。はい、ここが難しいところ。ま、ここが難しいところ。くぐって、くぐって。で、さあ、来た。一緒に。いけたかな、はい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 、で、この10、さあさあ、打ちます。あ、打たない。ちょっと安かったか。あ、うん、そうですね。ここで打つと逆に安くなるんで、もうちょっと。ちょっと素点が680万ぐらいしかいってないので、この後ですかな。この後打ったところで、フロー。ちょっと、はい、安全にフローするパターン。安全とは何だということ、うん、安全とは。はい。はい。もうすぐですね。このタイミングです。あーあー最後の最後で当たってしまった。ここで打ってたらオーバーフローで、ちょっとだけゲームが壊れたんですが、まあ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 、まだまだゲームは壊せるので、次の回にしましょう。はい。はい。本来であればですね、ここで素点がオーバーフローして、このレーザーの炙りで、2フレームに1回43億点入るという現象が見れたんです。2フレームに1回43億点。はい。はい、右上にですね、さっきカエルさんがプレイされてたんですけど、練習プレイでされてたんですけど、3兆、5575億っていうスコアがありますね。これオーバーフローしてるスコアなんですね。さっきね、練習中に結構うまくいってたんですよね。もうやばい。はい、3面ボスゲームです。はい、最初はね、これ時期狙いなので、ちょんちょんと少しずつ避けて避けて、はい、これはパターンですね、はい、で次炸裂来るんですが、最初の炸裂が時期狙いなのでちょんちょんと避けます。で次の炸裂が時期外しなので動かずに避けます。動かなければ当たらないですね。いれば当たらない、はい。でこれで第一形態が終わりで、第二形態がちょっと危険です。はい、これがちょっとこの、ね、鉄アレみたいなやつがね、真横に弾を打ってきます。この壁みたいな弾、あー危ない。おーっと判断力大丈夫か。この、降ってくる鉄アレイの動きが完全ランダムになりますので、頑張って避けましたね。はい。いいです。さあ、発狂です。これはどうしようもないので、ハイパーで避けますね。そうですね。はい。はい、このハイパーに120フレーム無敵時間がありまして、はい、その間に撃破ということになります。はい。今のは無敵時間うまく利用されましたね。そうですね。はい。で3面クリアになります。ちょっとね、惜しくももうちょっとのところでオーバーフローしませんでしたが、この後5面でまたちょっとチャンスがありますので、そちらに、ね、はい、期待していきましょうですね。はい、4面に入りました。まあ、4面についてなんですが、オーバーフロー狙えるか狙えないかというと、ちょっと4面は狙えないので、どっちかっていうと5面、オーバーフローが起こせる5面への仕込みがメインのメインです。そうですね。再び仕込みということになります。はい、どうしてもオーバーフローを起こせる素点を貯めれるかというところで、玉消しを起こせるか、リチャージができるかっていうのがあるんですけども、はい、この4面がね、その玉消しができる敵がいないんですね。中ボスぐらいしかいなくて、はい、なのでリチャージポイントっていうのは存在しないです。で、リチャージできない、玉消し起きないっていうことは、頑張って避けるしかないんですね。この、のこの激しい攻撃と、あと空中雑魚の時期狙いをこう、うまいこと重ならないように誘導しながら避けていきます、はいはい、これはかなり難しい攻撃なんですが、クリア狙いでもこれぐらいの弾幕をまともに避けないといけないので、そうですね、やっぱりエキスパートがボムが少ないので、そうなんですか、使う場面がなくてですね、はい、どちらかというと、保険でオートボム発動してもいいかなというぐらいのノリで、ボムは存在してますね。はい、はい、4面中ボス、神学に入りました。これちょっと一ネタありますね。はい、ボスの撃破タイミングの調整というのがあります。はい。はい、ボスの撃破タイミングによって、4面ボス開幕の、当たり外れが変わる。まあ、弾の形が変わるということですね。で、当たり外れがあって、で、当たりの弾幕を誘導させるためのダメージ調整を今地味に行います。これ結構いい誘導ですね。撃破したタイミングによって、この後の4名のボスのランス調整をやったということですね。そうですね。で、だと多分当たり寄りの弾幕が来るはずです。うん、これね、どうやって見つけるんですかね、この辺の。なんか研究の結果見つかったっていう話が聞きました。そうですね。一人だけ、そう。
一人だけ毎回ハズレを引く人がいて、どうしてだろうと言ったら、この中ボス倒すタイミングが違ったと。そんなことあるんだ。そうですね。ちなみにこのゲームはあの Xbox 360版の移植版存在するんですが、それにトレーニングモードっていうのがありましてですね、はい、そのトレーニングモードのその4面のボスがあの乱数が同じものしか来ないって練習にならない、あんまり練習にならないってちょっと言われています。でトレーニングモードで乱数が固定されているとか、まあそういう移植もあるので、はい、はい、もし次また移植されることがあればそういうとこもお願いしたいかなと思います。はい、4面後半に差し替えがありました。これはもう、はい、これに向けてノーハイパーしないといけないんです。ハイパーして無敵時間をどうしても使いたい場面ではあるんですが、5面の仕込みを考えるとやはりノーハイパーが有効だになるので、ノーミスノーボムノーハイパーでボスまで頑張るしかない、そういうことですね。おまけに、この4面なんですが、ボムアイテムが一切出てきません。というので、今、ゼロボムなんですけど、このままボスまで突っ切ります。はい。大丈夫かな、うん、大丈夫かな ?OK。最後のラッシュさえ抜ければ、4面ボスも目前ですね。そうです。このラッシュもね、結構ね、切り返せないので難しいんですよね。そうですね。もう切り返し前提ではないので、ちょんちょん避けながら、うん、最後に、はい、はい、消えて終わりです。はい、終わりですね。さあ4面ボス制御に入りました。これが非常に強いので難所と難所中の難所ですね。難所ですね。こいつあのもうクリア狙いにおいてもノーミスストッパーノーボムストッパーと呼ばれてまして、はい、開幕の形ですが、これはまだ、うん、マシな方ですね。そうですね、きついけどマシな方ですね、うん、なんですがあの赤段の間はどうしても抜けないといけない、狭いところと押される。はい、はい、まあまあ、カエルさんのプレイであれば、はい。まあ、安心して。ちゃいましたね。安心して、うん、そうですね。はい。この攻撃もね、難しいんですね。この赤段の交差がちょっとランダム気味で、あ、大丈夫ですね。はい。私もこのゲーム、通常クリアまではやったんですが、やっぱり清流で一気に気、どうしても。うん、そうですね。大体やってる人多いですね。はい。最後まで攻略しきれなかったボスですね。はい。さあ、第2形態に移行しました。第2形態は、これは磁気狙いなので、ちょんちょんと避けていきます。で、次も磁気狙いなんですが、これ実はですね、あの、道なりにこれ進んでいくと、詰むという意地悪な弾幕になってまして、最後どうして、はい、あ、大丈夫ですね。でも、ね、詰む寸前にダメージ効率が良かったので、はい、形態変化をしました。はい、今、神業でしたね。神業ですね。あれ、なんかこう、かなりやり込んでる人も正解がわからないって言われてる弾幕ですね。はい。あいつはしょっちゅう針弾と針弾の間抜けたりして。抜けてますよね。はい。っていうところがありますね。まあまあまあ、清流、撃破でございます。さあ、はい、3期、5期、これノーミスですね。なおかつ、ハイパーゲージも、10ハイパーかつマックス。ということで、5面のお膳立ては、はい、完璧に、整った状況になりますね。そうですね。はい。では、再びお祈りタイムです。はい、オーバーフローが起きるように。はい。ここからまた仕込んでいきますので、ね、さあ。さあ、開幕ですが、いきなり難所なのでお祈りをお願いします。この、針弾が左から来て、前方位赤弾の、中型砲台が出てきます。ここはかなりの難所ですが、うまくノーハイパーで抜けていきましたね。そうですね。このね、あの、雑魚戦車と雑魚兵の複合攻撃が難しいんですよね。そうなんですよ。ラッシュが止まらないんですよ。うん、切れ目がないので、そうですね、ちょっとでも遅れたらもうズルズルいかれるんで。切り返すタイミングがね、難しいですよね。そうですね。難しいですよね。なおかつ、ここでもう被弾してしまうと、その後のオーバーフローにかなり影響してしまうので、やはり気が抜けない場所となりますね。うん、はい。そして、前半は玉消し敵がいないと。はい、ああそう、ここも難所でした。これはちょっとハイパーが中ボスに向けて足りなくなるので、そうですね、どうかな。わからなくなってきましたね。どうするかな、このまま進めていくでしょうか。そうですね、予定タイムは、50分ありまして、今21分ですので、ちょっと EST は伸びてしまいますが、やり直せばまだ1分遅れぐらいで収まるような感じではあります。このまま進めていくようですよね。ね、はい、はい、狭いところ抜けて、はい、そうですね、この後のこいつを抜ければ中ボス最高が出てきます。なんですが、この最高が、まあ、ハイパーもちょっと個数が足りないってことが
本来レベル10欲しいんですがレベル3なので、はい、お祈りお願いします。ちょっと無理やり倒す感じにはなってしまいますかね、はい、お祈りをしつつ画面に注目です。こいつが異様に難しい。これはそうですね、ここで君配合する、これをでやり過ごして、でこれをガチ避けする、これが安定パターンとなりますね。安定安定ここをするしかないんですよ本当にはい、これで、ね、中ボス、これもタイミング調整して安定取りましたね。で、ボンも切ってしまいますが、はい、ここは安全に抜けようという策のようです。はい、でこの中ボス地帯ですね、はい、あの中ボスを早回しできます。早く倒すと次がどんどん出てくる、中ボスが追加されます。はい、はい、これどこかで見たと思うんですが、これ2面中ボスが強くなって帰ってきました。お祈りお願いします祈ってばっか、祈りポイントしかないないんですね。これがまたこのバラマキがね、はい、この瞬間に倒せるように調整しましたね。はい、お見事です。さあその瞬間すぐ打っていく6ハイバといったやつを打ちましたね。はい、この後また早く倒したので、はい、中ボスが追加で出てきます、はい、一面中ボスが強くなって帰ってきました。悲壮です。皆様お祈りをお願いしますこいつも目には注目です。ただね、これが弾の量が増えてるので、これをまたリチャージします。はい、リチャージしましたね。 OK です。お、また打って、これはもう1体出ますかね。来るかな。ちょっとちょっと1体目を引っ張ったのでどうかなというところですが、ちょっとこれは出ないですね。ちょっとスクロールがもう、はい、最終盤に最終に差し掛かってしまったので、そうですね、これで注文したら終わりとなります。でここからしばらくまたラッシュですね。ラッシュです。ここがかなりの難所なんですね。うん、これショット打ちながら処理落ちをかけてなるべくよくスクはしてるんですが、それでもというところ、やっぱりこの弾の散らばり具合と処理落ちの、うん、不安定さが、ね、はい、きついですね。結構処理落ちかかったり切れたりするんです。わー、まだ補給のボムがあるからそれを取っていけるか。うん、うん、ちょっと、さあここここで、あ、止まった。オッケー。はい、1ハイパー。はい、これが打ちたかったハイパーなんですね。そうですね。この後はずらしリチャーというテクニックを使うためのハイパーとなります。はい、ここからね、エース落ちたいといって、この大きい敵なんですが、これ玉消し対象です。でこいつを真ん中を残して右を倒して、はい、で右奥を破壊します。はい、狭いがうまく、はい、真ん中を壊す。はい、これ決まりましたね。1回のリチャージで2体分の星アイテムを回収します。はい、あ、ただこれは9ハイパーですね。マックスたまらなかったですね。さあ、はい、この後ちょっと見どころです。この右のエイソー、はい、玉消し敵を残したまま、こいつを残したいのでぐるっと回ります。はい、回るんですね。左から上に行って右に行って下に回って、どうか、決まりました。素晴らしい。これで大技、大回転という技ですね。これマックスハイパー溜まりましたね。はい、溜まりましたね。溜まったやつまたすぐに打ちます。はい、ちょっとオーバーフローには届かない想定にはなってしまったんですが、パターン的なリカバリーはもう完全に完了したような状況ですね。はい、ここからまた立て直しを期待したい、期待ところですね。はい、はい、これで切り引き、はい、チャージして、これは6ハイパー溜まるかな。溜まりましたね。溜まりましたね。でここを中型機2体でぶつけると思います。はい、はい、こうですね。でこれで、左に行って玉消しを起こして、でまたこのハッパーの切れ際にリチャージをやると思います。はい、もうここまで来るとね、敵ももうランクも今43、このゲーム ランクのマックスが50なんですけども、はい、ほぼほぼマックス近くなってきました。早いですね、やっぱり早いですね。もう弾速も半端じゃないことになっています。さあリチャージをまた完璧に決めて終盤のラッシュに差し掛かってきましたね。ここ最難関です。左スクロール、はい、はい、ここはお祈りをしていただきたいが画面に注目です。そこを抜けるか、うん、はい、ここ左行って砲台壊して、はい、抜けました。でこのハイパー最後に打って、はい、さあここからがさらに難しい場所になっていきます。ここ最後の最後、最終プレイラインの高速スクロールと呼ばれているところなんですが、はい、もうこの、ほぼほぼマックスランクの中、敵が大量に、硬い敵もいるので、ここを抜ける、素晴らしい。もう1
体かなり密の狭い弾を撃ってくる敵が出てきます。うん、ここですね。この後どうか切るのが難しい。大丈夫かな。どうか。おお。オッケーです。避けていきましたね。はい。お見事です。これは新ボス火町の出現もありえますかね。そうですね。今ワンミスしてしまったんですけど、8パーフェクトですね、道中に8アイテムが隠されてたんですけど、はい、それを、1面、2面、3面で成立させてましたので、まだ、はい、新ボスフラグ、火鉢フラグは残ったままとなっています。はい、この強敵交流でミスらなければ、さらに、追加ボス、トゥルーファイナルボス、火鉢が出てくるということですね。はい、でこいつも非常に激しいので、今開幕をハイパーとボムで飛ばしました、はい、飛ばしましたね。ちょっと一生懸命避けるんですが、これがまあ比較的避けやすいので頑張ると。そうですね、まあ、うん、するしかないというような感じですね。そうですね、これもね、ちょっと変な絡まれ方すると嫌なんですけども。ですね、これも君ハイパーです。そうですね、でこれハイパー打った後第一形態を撃破する前に少し頑張ってから、はい、倒します、はい、ちょうどいい感じですね。そうですね、はい、さあこれ交流の飛行形態です。開幕からやばいです。でここに切り替えてハイパーの切れ際大丈夫かな。はい、うわー、ちょっと乱れましたね。あれ、処理持ちの切れ際に突然加速するんですね、弾が。はい、これも密度がどんどん濃くなっていくが、ハイパーは溜まってるんでここで、はい、打ちます。ここはもう無理なんで打ちます、ね、でこのあとこれは時期狙いなのでちょんちょんと避けていきます。はい、これも、はい、狭いのが狭いですよね、ここも、うん、さあここがちょっとお祈りになります。ここが跳ね返って壁が飛んでくるが、大丈夫かな。大丈夫、オッケー、まだ大丈夫、大丈夫、いきます、いきます。はい、はい、次ですね、このあとですね、もう全部の攻撃が難しいです。難しいです。右に行って左に戻って、でこの辺ちょっと避けます。これはですね、あの硬いなんか白い蜂の巣みたいな硬い敵と、あとはあの時期狙いの緩いスリーウェイ、それからあとは固定気味の青弾ですね、これを避けていきます。左端で避けるとですね、あの青弾を左から来なくなるので、この辺が避けやすいらしいんですけど、いやー、でも狭い怖い怖い怖い、うん、でもこうするしかないんですよね、実際のところ。ね、これが一番安定するパターンなので、はい、クリアラーの皆様にもおすすめです。はい。はい。大丈夫かな？あと一回かな？あー、楽しかった。あー。ちょっと新ボスフラグも折れてしまいました。はい、これで最終形態に入りました、はい、これが最後の難関となります。なんかもうわけも何個いきですけどね、もうなんかね、わかんないですね。さあ、とろみを察しますね。はい、クリアとなります。 GG です。はい、あ、すいません、氷を倒した瞬間タイマーストップです。はい、ではタイマーストップで。たくさん殺してしまって、分かってるの？時間大丈夫か？時間ですか。できればカエルさん2プレイ目も行いたいとチャットにありますが、ちょっと運営さんから回答を聞きましょうか。と EST 的に当たらないですけど、ないですが、ちょっと上さんのご判断に委ねましょうか。さあ、どうしましょう。まあ、どうしても、火鉢っていうのが、一つの目標にはなりますので、まあ、通常オールということで、まあ、見事決められたんですが、やはり、火鉢を出して、はい。クリアしたいという思いが、やはり、かゆさんありますので。ウエンさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと、EST は超えてしまうんですが、このゲーム、ワンプレイ30分ぐらいで、多分10分ほど、遅れは出てしまうんですが、まあ、プレイ目に差し掛かります。よろしくお願いします。はい。
はい、ということですね。でも先のプレイもちょっと残念ながらあのねオーバーフローできなかったんですけど、まあ、ね、十分激しいプレイを見られたと思うんですけども、まあ皆さんご覧いただけてるとちょっとこのギフを一発勝負でやるにはやはりなかなかね、なかなかね、どうしても一つのミスで全てなくなる、まあちょっとオールオアナッシング型のスコア稼ぎになるので。まあ、ちょっとやっぱり、はい、そうですね、ちょっとコンボゲーの宿命みたいなところあります。ワンミスで失ってしまうというところがあって、ね、まあその分そのつながった時のあの、はい、気持ちよさだったりとかそのスコアの回り方だったりというのはもう他に変えがたいものがありますね、はい、これはやはりカエルさんもぜひお見せしたいということで、はい、プレイに走られました。はいはいはい、ということで、一面中ボス悲壮ですね。はい、こいつは、倒してしまわないように逃がします。適度にダメージを与えた状態で逃がしてしまいます。これはね、あのハイパーゲージを溜めすぎないように調節しています。ですね。はい、まあ、この、先ほど3面に向けて6ハイパーゲージ9割を溜めるという、仕込みをしましたが、実はこれ1面からもうすでに始まっている仕込みなんですね。そうですね。溜めすぎたハイパーはもう打つしかないので、で、はい、ハイパーしちゃうとランクが上がってしまうので、もうそもそも溜めないというアプローチをするしかないということですね。はい、ハイパーを1個打つと1上がって、はい、2ハイパーだと、1ハイパーから2ハイパーだと1上がってっていう。そうですね。1個累積個数ごとに上がっていくような感じですね。はい、打ったハイパーの2分の1のランクが上がるような調整になっています。ハイパー打つと5上がると。はい、波数は切り上げということですね。なので先ほどのランク40とか50とかになるともう10ハイパーを8回も9回も打ってるような計算になりますね。本当に普通にクリア狙いでプレイしますとそこまではランク上がらないんです。やっぱりランク下がる要因っていうのが、ボム、オートボム、ミスの3種類ありまして、はい、手動でボムを打った、まあボムボタンを押してボムを打った場合は2、はい、のランクが下がって、オートボムですね、被弾した時に ボムがあると自動でボムが発動するというような仕様があるんですが、はい、このオートボムになってしまうとランクが1下がります。でさらに、ミス、普通に被弾してしまうとランクが3下がりますので、なんか普通にやってるとなんかハイパー打ちながらでも結構ミスしていくから、そうですね、まあ、そもそもさっきやったみたいなリチャージを連発してハイパー打ちまくるっていうプレイなかなかできないんですよね。そうなんですよ。だから40とか行くのは本当に上手い人しかないんで、なかなかでも到達できない領域ではあるんですよね。だいたいそうですね。私レベルのなんかクリアがやっとっていうレベルだとランク20でも行くかどうかっていうところで、はい、もうちょっと上手い人だと30とかも行ったりするんですけどね。そうですね。あと40とかも普通に行きますね。そうですね。あとは以前はですね、3面のオーバーフローが不可能だと言われてた時代がありまして、その頃はまだ5面に全てをかけてたんですね。で、なるべく5面に低いランクで入って、5面だけでランクを上げるっていうことをやってたんですけど、3面でこう、オーバーフローができちゃいまして。そうですね。やはり。で、できたばっかりにそこでハイパーを打ちまくっても、3面終了時にはランク20以上になってると。はい。というのも、ランクが上がりすぎると、さっきのリチャージに玉消しでしたよね。ランクが、高くなると敵弾も速くなるので、リチャージ量も落ちてしまうんですね。なので、オーバーフローしたい面については、できるだけ低いランクで入るのが理想とされてます。そうですね。なので、今も、3面に入るに際してはランク0。はい。で、ハイパーは適切に、まあ、6ハイパーと 90% っていうのを持っていきます。ね、おっと大丈夫かな。ちょっと弾の形が乱れてしまったかもしれないが、ちょっと被弾してしまいましたが、まあでも大丈夫で、形的にははいギリギリで大丈夫でした。まあちょっとゲージ溜まりすぎかな。ゲージがね多めなので大丈夫か。大丈夫ですね、これは。あー、はい、はい、ちょっとショットで調節をしながら、5割ぐらいだったと思うので、ゲージがこうやってショットで避けてレーザーでの打ち込みでゲージを増やさないように頑張ります。はい、ここは頑張ります。はい、ということで、はい、
はい、これ、本当に7ハイパー溜まったらパターンにならなくなるので、6ハイパーゲージ9割、あと少しで溜まるよっていうところに調整したかったんですね。そうですね、はい。さあ、再びやってきました、3面です。はい。さあ、魔の3面が、また再び。さあ、見ていきましょうか。はい、先ほど同様、6ハイパーを開幕で打ちます。この方にですね。はい、打ちます。左に、結構このはい。ハイパー発動時に出てるあの大星ですね、この素点はい。が結構大きくてですね、ですね。はい、だからこれをたくさんなるべく多く弾を貯めて、弾消しを発動する。で、そしてリチャージもなるべく弾を貯めてリチャージする。このタイミングがね、すごく難しいんですね。何気なくやってるように見えて、すごくシビアなタイミングでそうなんですよ。やっリぱチャージりやってます。うん。星の出る量の多い少ないで、その後の稼ぎ具合も違ってきてしまいますので、スコーラそさうんはです結構こね。こら辺神経使ってらっしゃいますね。はい。で、結構見ててわかると思うんですけど、玉消しの、敵をギリギリまで残してから、で、そうギリですね。ギリ溜めてから発動してるんですよね。こちれょっと、は見い。て、発火しますが。まあ、非常に頭が悪い話にはなってしまうんですが、弾多くすればするほど、うん。おっしゃいても出るやろという、そういうね。まあ、単純な話で す単ね。純はい。な、はい。画面内に弾が多ければ、得点アイテムもたくさん出ると。なるほど。よくわかった。わ かりやすいですわかね。りやすいですね、このゲーム。はい。はい、再び。はい、ジャージを消えました。で、この砲台ですね。ちょっとここは、ボムを撃ってやり過ごすっていう安全パターンもあるんですが、このゲーム、ボムを撃つとコンボが切れてしまいますので、撃ちません。はい。はい、だから、大丈夫でか、すちょっと。ね、いやー、こそうの、ですね。砲弾ぐるぐるしてるやつ、回転の開始位置がランダムです。なので、ワードリブで避けてる。砲台だけにやりたい放題といったところでしょうか。砲 台はがい。やりたい放題。はい、というようなところでですね、奥の砲台をどんどん打ち込んでいきますね。先ほど言った通り、奥の砲台の撃破タイミングがすごく重要でそうです。す。先端砲台を、これ1回やり過ごして、2回やり過ごして、はい。3回目をここで、さあ、どれぐらい取れるかな？いけるかな？うん。9と90%。まずこれ10個たまりますね。はい。広がりすぎたタイミングで、そうで待ってすしまっね。たので、ちょっとはい。素点のリチャージ量に不安がありますが、そっちを見て、440、ちょっと安いかちょっとな。安いです。ちょっうとん。さっきのリチャージが響いてますね。そうですね。これはまた、ラストにフローするパターンになるかなと思かないとま思いすが、ます。ちょっと先ほどの被弾ポイントを注意して見はてい。みましょう。この後、この中はい。型機を起こした状態で、さあ、どうか。くぐ、生命。狭いよ、これ。あ、うまく成功しましたね。行きまし私たこね。こで当たってるとか見たことないので、まあ大丈夫だと思います。はい。で、さっきリチャージしたビルの上にぐるぐる回ってる砲台あるんですけど、はい。あれ、すごい弾ばらまいてるんですけど、回転方向がランダムです。はい。で、なので、あ右回れ、転、左回転。はい、二択を迫られています。これまあ、ですね。ですはい。ね。これの避け方が二択ですね。なんという。で、打って吸って、今、もうちょっと欲しいですね、そ素うです点。ね。今、素手のね、ちょうど2000万ぐらいなんですが、ちょっと足らないか。足りないかな。ここでもう起きてくれればっていう感じなんですそうですが、ね。ちょっと足らないか。足りないですね。これはしょうがない。2000万にそうです届かね。ず、そうですね、目標点が先ほど言ったとはこ、い。プラス2147万点ですので、ちょっとプラスに1000の桁が乗っかってて見づらかったところはあると思うんですけど。はい。はい。まあ、その素点が670万なので、ちょっはと、い。50万ぐらい足らなかったですかね。50万、40万ぐらい足らなかったですかね。いやですね、リチャージ決うん。めればいいっていうもんじゃないので。そうですね。今、全つなぎして決まったようには見えたんですが、まあ、ね。素点が足らないと。
まあ、ただパターン的にはこうやってやるんだよっていうのは皆様にお見せできたと思いますので、はい、そうですね、あのカエルさんが先日ワールドレコード出した時の動画アーカイブに残ってますので、はい、あのまた興味のある方は見に行かれるといいかなと思います、はい、あれは、はい、ぜひ見てください本当に見てほしい動画です、あれは。はい、まあ、今のプレイ、今やられてるプレイがもう完璧につながった動画ですので。そうですね。あの、カエルさん、そうなんです。あの、RTA in Japan に申し込まれて、当選が決まった後に、ワールドレコード更新しちゃってですね。はい、はい、それも、自分で作った新パターンを引っ提げての方針ですからね。それもありまして、あの、冒頭の挨拶の時に、あの、方針をちょっと変えてアグレッシブに行きますという挨拶があったかと思うんですが。大丈夫かな。ちょっと4面が切れてしまった、残りますが、どうにか跳ね返してほしいですね。はい、ちょっとね、4面にこうボムなし、オートボムなしで進むというのはなかなかしんどいんですが、ちょっと頑張ってほしいところ。先ほども言った通り、4面にはボムアイテムが出てこないんです。ボムアイテムも玉消し敵もいないので、ひたすらノーミス、ノーボム、ノーハイパーで進むしかありません。4面ですが、まあ、単純に難しい。難しいですね、はい。はい。これは通常クリアでもかなり苦労させられる面でして、まあ、今の速い球と遅い球を交互に打ってくる中野滝とかもそうなんですけども。はい。はい、で、ザ・クラッシュの猛攻と中野滝の猛攻のコラボがかなりやばくてですね。うん、分かっててもやはり誘導の仕方によっては死んでしまうということが多々あります。うまいことが伝わらないように、はい、うん、幕の作り的にはあの完璧にパターン化した上でまだ玉よけの要素を残させるような、そういう感じには見えますね。でまたあの 地上砲台とか雑魚戦車ですね、あの地上にいる敵の射角が結構あの曖昧でですね、少しずれるとこう時期より少し先読み気味になっちゃったりとかね。ですね。うん、正確に狙ってくれればずっとちょんよけしてればいいんですけど、はい、曖昧なのでこう甘いちょんよけだと当たってしまうみたいな。怖いですね。一応この、うん、当たり判定があの時期の光ってる場所よりもう一回り小さいぐらいの判定となってて、うん、まあ弾幕シューティングの全体で見れば小さい部類には入りますね。うん、まあ、ただ、このご覧の通りなので、やはり押される場面が多いです。そうですね。エクステンド取りました。ここから後半になります。このザコヘリのね、スリーウェイが結構ね、大変なんですよね。この赤弾が、敵が倒れた時に、打ち返してくる弾となってます。なので、ザコヘリを倒すタイミングもきっちり合わせて、打ち返し弾に飲み込まれないようにきっちりパターンを組んで積んでいますね。うん、はい、見事です。は結構割と難所ではあったんですが、うまく抜けました。はい。でも中和時とザコヘリがかなり混じって出てきますので、引っかかりやすい難所となってますね。うん、はい。これあれですよね、ストーリー的にはこう敵の基地にどんどん潜入して、はい、深いところに入っている感じですよね。簡単にストーリーを説明しますと、このゲームの舞台となる場所が理想の街という場所でして、主人公はドンパチ隊という軍隊のパイロットです。で、今回のミッションが、その理想の街のマザーコンピューターが危ないから壊せという上司の命令を受けまして、主人公もなんだかよくわからないまま、お供のエレメントドール、今回ヒカリちゃんですね、ヒカリちゃんと一緒に理想の街を壊してしまおうというような、割と物騒なストーリーになってます。なんかその機械化惑星人っていう敵国ですかね、が攻めてきて、ね、マザーコンピューターが危ないと、そういうことらしいんですが、はい。らしいですね。まあやはり、シューティングといえばマザーコンピューターみたいなところあると思いますはい、はい、という4面の途中はやり過ごしました。さあ問題のノーミスストッパー清流さんでございます。今回は頼みますよ清流さん、暴れないように。はい、はい、今回の開幕の形は
当たりですね。ちゃんと、中ボスの、撃破タイミングを調整しましたので、その乱数がうまい方向に働いて、開幕が避けやすい形が来ました。まあ、きついんですけどね。はい。はい、私は当たり引いても避けられないので、すべて外れです。当たり引いても、赤段の狭いとこ、結局渡らなきゃいけないんですよね。まあ、マイプレイヤーさん何が見えてるかっていうと、赤段の避けるタイミングをきっちり合わせて、どこで青段を見ればいいかっていうのを感覚的に、そうですね。もうタイミングをパターン化されてるんですね。それでもう、カエルさんはスイスイ避けられちゃってます。弾幕の見切り能力っていうのは確かに大事なんですけど、それを正確に、こう、はい、レバー操作で機体に伝えるというんですかね。はい。そういう、こう精密な操作が大事ですね。そう、最大養生に関しては操作精度の高さと、あと、弾幕理解度の能力っていうのが非常に重要になってきます。はい、ボスが結構、なんか従来シリーズと比べると結構難解な攻撃が多くて、そうですね。はい。なんか、細かい仕様まで知らないと、なかなか安定までには持っていけないというボスがかなり多い印象。そうですね。先ほどの、その、要は、熟練者もこう正解がよく分かってない弾幕っていうのがまだ存在してますもんね。ああ、そうなんですよね。青龍とかその代表格ですね。はい。さあ、ごめんに入りました。さあ、最大王城ハイスコアタック、最終面となります。はい。2プレイ目ですね。ちょっとタイマー止まってますが、EST を超えますが、2プレイ目に差し掛かっていただく状態です。さあ、ちょっとね、先ほどは最初ちょっとやられてしまったんですが、頑張ってほしいところ。さあ、難所開幕。うまくいきましたね。はい、この後も、もう一つ、ハリダンと、中型砲台が交差するような場所がありますので、そこも難所となります。ここも注目ですね。そうですね、このなんか、地上砲台と空中雑魚。はい、と地上戦車、ですね、とあとは地上砲台ツインキャノン壊すとね、打ち返してきてます。ちょっとこれ誘導が崩れてるか、大丈夫ですね。ここもかなりの難所なんですが、うまくできましたね。よかったよかった。もう難所続きですね。見てる方もハラハラなんですけども、実際ここはかなり苦労する場所ですね。そうですね、ここはその化石に向けてハイパー打てないし、死ぬと全て終わってしまうし、はい、プレッシャーも半端ないところですね。このゲームですと、なんかボムとかハイパーを使って無敵時間をどんどん使ってごまかしを利かせるっていうような、まあシリーズ作品とかあるんですけど、最大王城については、はい、リソースがかなり少ないので、はい、基本的にはノーハイパーを選択するようなことになってしまいますね。まあただ最高中ボスに入りました。はい、これ開幕をまず頑張って避けた後にこの10ハイパーを打つんですが、いけるかな。この辺ですね。打ちましたね、はい、打ちましたね。張り付いて張り付いて狙います。これね、張り付いて倒すしかないんですが、ないんですよね。で撃たれましたね、今。ちょっとそうなんですよね。なんというか、ちょっとやっぱりああいう打ち返し弾っていうのがありまして、まあちょっとプレイヤーの反応で追いつけないぐらい、ちょっと狭いところに来させられました。大丈夫かな。大丈夫かな。やはりプレイヤーの反応では追いつけないようなこともしないとオーバーフローっていうのは完成しないので、ああいう事態にもちょっと、やはりありますかね。はい。さあ、厳しい。厳しいですね。まあ、気を取り直して、一面中ボスが強くなって帰ってきた悲壮。これも難所ですね。はい、こいつは、この攻撃がやばいです。砲弾と赤針弾のコラボレーションをうまく抜けていきましたね。はい、中ボスの早回し具合を見ると、もう5体ぐらい出てくるかもしれない。来るかな、これは。来ますね。来ましたね。出ない方が嬉しかったんですが。に限っては、そうですね。もうリチャージも不可能なので。避けた、避けた。避けた。すげえ。押しました。もう完全に今パターンが崩れてるんで、もう知らない攻撃を受けてる状態なんですよ、カエルさん的には。オーバーフローできなくなったので、今アドリブでやってます。はい、
やばいな、これなかなかでも見ることのない場面ですね。カエルス、あの、そうですね。あれ、本番の魔物が潜んでいたか。さあ、難所ですが。難所ですが、ハイパーゲージもちょっと、不安がありますね。そうですね、これちょっと、一本ないぞ。難しいかな、たまらないかもしれない。ちょっと厳しいですね、これ。厳しいですね。うん。ここは、どうするか。もう通常通り、フォアしてしまいましたね。まあまあまあ、そこをするしかないので、はい。うん、まあ、ちょっとオーバーフローは先ほどの中ボス避難で難しくなってしまったので、はい、しばらくは火鉢狙いですかね。ちょっと安全に振っていくようなリア狙いで、そうですね、火鉢、はい、だけでもとはいえですよ。これが安全と言えるのかと言われると、はい、そうですとしか言えない、はい、このアリ様。ちょっとずつね、こう玉消し放題がいろいろ仕込んではあるんですが、はい、まあそうですね、難しい攻撃をかいくぐっていくっていう楽しさはやはりありますので、まあ難しさだけではないというのは、はい、まあ申し上げておきたいんですが、はい、ここで10パー打って一応立て直しはできたのかな、どうかな、うん、まあでもこのハイパースコスであれば、そうですね、火力で押していけるので、押していけるので、はい、でこの後その左から出てくるエイソーでリチャージができれば、ちょっと、あ、できます、間に合いましたね、はい、これで、すごい、リカバリーもきっちりできましたね、うん、ちょっとレベルが3ハイパーになっているので、まあ、ただここは、そうですね、最後のエイソーでリチャージをする方針に行けば大丈夫だと思います。はい、左をやって、はい。しばらくは出てくるこの赤弾と青弾をばらまいてくる千葉だけエーソーを壊して玉消しをどんどんしていく。で、この右端ですね、こいつか、こいつでリチャージを行います。ハイパーの切れ目に合わせて、エーソーを破壊すると、はい、はい、ハイパーになります。はい。いいですね。そして祭壇感。危ない、大丈夫かな？危ない、危ない。はい、抜けましたね。はい、立て直しましたね。この後、あっ、そう、うまいぞ、今のハイパーは。今ちょっと打たされましたが、ナイスハイパー。そうですね。こういうとっさの判断もやはり必要になってきます、うん、このゲーム。本来はもうちょっと遅らせて打ちたかったところですが、すかさず弾の隙間が狭くなったところに当たらって、はい、急遽ハイパーを押しました。さあ、これ途中切れるのでちょっと危険なんですが、大丈夫かな、はい、この高速地帯ですね。うっ、いやいや、ここ。あっと。いや、なんかもう、我々解説も笑うしかない。いやー、よこれよくあるみたいになってる。これがワールドレコードのパワーですね。たどり着いてしまいましたよという、テロップが出ました。はい、8パーフェクトと、1ミス以内と条件はまだ満たしているので、ね、はい、ミスなく倒せば、火鉢は出てきます。火鉢は出てきます。ただ、頑張ってほしい。2度目の正直ですね、ここは、ぜひ。はい、今のは決めるシドボムですね。打たされた感がありましたが、ちゃんと手動で押していましたので大丈夫です。はい。これは厳しいんですが、ショットで処理落ちをかけながら、かわしていきます。これね、赤弾にちょっと変な絡まり方すると嫌なんですよね。ですね。処理落ちも何やかや不安定なので、うん、先読みでどうにか、いいですね。はい、さあ、このタイミング。はい。で、ちょっとダメージを見ながら、大丈夫かな？大丈夫かな？ちょっと余ってるか？うん、お怪しかったな。これ、まあまあまあ、ハイパー早めに切れちゃうの で、 そうです、ね、次がちょっと厳しいかもしれないですが、ハイパーの切れ目にちょっとした処理落ちが起きるので、それを難しいところに持ってきたかったというパターンです。頑張れ、頑張れ、いけ、おー、受けた、受けた、受けていく。処理落ちなんて必要ないとばかりのこの玉よけですよ。いや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 、これがワールドレコード。はい、ここは無理なのでハイパー落ちます。はい、あとは、上に向かってちょんちょん受けていくんですが、そのちょんちょんの精度がかなり、うん、
はい、細かいものを避けされますね。で、この尻尾振りかぶった後の跳ね返りが危ない。ちょっと崩れてましたね。大丈夫かな。うん。カエルさんの対応力の範囲内でした。はい。いや、すごい。はい、蜂の巣攻撃。右に振って、左に戻って、はい、ここで避けます、はい。一見難しいことをしているように見えますが、これは後々安全になる布石のための誘導ですね。そうですね。画面を端を寄せるという作業をして、うまくこう磁気狙いと固定弾を往復で避けれる。はい、先ほどはここで被弾してしまって、ね、火鉢フラグが折れてしまったので、うん、ちょっと最後の最後で油断せずに、はい、全身全霊を込めてニューレバーを入れていただきたいところですね。これもね、結局やっぱり狭いとこ入らなきゃいけないんですよね。そうなんです。まあ、してるとはいえども。誘導してこれですから、誘導しないともうちょっとだけ難しくなります。うん、なんていうか、青段の隙間を抜ける回数がやはり劇的に変わるので。ああ、なるほど。はい。ここはやはり有用な誘導ですね。さあ、絡み終わったので、もう一回来ちゃうけど大丈夫かな、はい、余ってるか大丈夫か、はい、はい、いいですね。最終形態に入りました。4ハイパーありまして、はい、これを、ボスの真ん中に向かって打ち込むことになります。そこまで少し粘らなきゃいけないのがちょっと怖い。はい、これですよ、この弾幕。さあ、あ、でも消えますね。これで、ね、これで火鉢は出てくれるでしょう。いいでしょう。はい、そうですね、ヒパチフラグの条件をおさらいしますと、ボス終了時に1ミス以内かつ、道中に隠されている隠しアイテム、ハチアイテムというのがありまして、これを、3ステージ以上をパーフェクト取得することで出ます。出ましたね、ヒパチ。出ましたね、ヒパチ出現です。はい、こいつです。はい、これが非常に、まあ、強いボス。強いボスですね。先ほど、理想の街みたいな、はい、機械に制御された街みたいな話をしましたが、この子が暴走してですね、こう全ての元気を絶ったというストーリーです、はい、さあどんな攻撃をしてくるのでしょうか。注目です。まず開幕、これがですね、シリーズ最初のドンパチという、ゲームの、ラスボスのオマージュの攻撃となってですね、はい、はい、ちょっと意味がわからないですが抜けました。これ今弾をこちら攻撃せずにひたすら避けています。はい。で、これはですね、発狂形態への仕込みでもあるんですが、まあ、打たない方が弾が見やすいので避けに集中していると。なるほど、合理的ですね。いうふうにですが、はい。はい。さあ、このお花畑と火鉢が打ったと思うんですが、これは、大養生に出てくる火鉢という、まあ、同名、同じ読みなんです。火鉢という、ラスボスのバージョンです。よー、怖い。大丈夫かな？大丈夫かな？おお、これは潰しですね。潰しましたね。はい、ナイス潰し。ミスをした時にハイパーゲージが 50% 回収できます。で、これを回収するために今自爆しました。はい、今のはわざとです。はい。で、これ第3攻撃ですね。はい、これが、ドドンパチ大復活、シリーズ5作目の、火鉢、まあ読み方一緒なんですが、火鉢の攻撃のオマージュですね。はい。これが一番比較的避けやすくて打ち込みやすいので、この攻撃でハイパーゲージを回収すると。はい、2両目に入りました。ダダダダダダ、これがまあちょっと、これも、ね、一応固定弾で火鉢の揺れによって攻撃が変わるという攻撃なの で、ね、ただやっぱり早いのでね、見えないんですよね。はい、私はよくわからないです。うん、でこれもね、なんか火鉢から飛んできた火薬が画面端で炸裂してるんですけど、これを、はい、よくわからないですね。はい。はい。でもなんかこう、避けれる人にすると、やっぱり、撃たない方が見えると。ということですね。はい。はい、お花畑ですが、どうかな、たまに真ん中開くことがありまして、それが、ね、安全なルートとは言われてるんですが、真ん中は通らない瞬間。そうですね。カエルさんのパターンはそうですね。通らないパターンですね。はい、で、これで、この第4攻撃ですね。すみません。さっき第3攻撃言っちゃったんですけど、第4攻撃ですね。ここにダメージを入れて、第1形態を撃破しつつ、できれば6ハイパー欲しいんですけど、ちょっと足らないかなという感じですね。溜まるかなこれ。溜まると思いますね、これだと。溜まるかな、あ、いきそうですね。はい。理想が6ハイパーですね。あ、溜まりますね、これ。溜まりますね。いけます、いけます。あとは死なないだけ。はい。いいですね。これは、第2形態差し掛かりましたね。で、火鉢に接近して打ち込みます。もう決死の覚悟で打ち込みます。
はい、これはもう、スッと抜くと、あ、行きました。はい。いいっすね。だいぶ減りましたよ、これ。減りましたね。あとは、ダメージが2倍になりますので。はい、頑張って、この、ドドンパシ名物のフグ刺しでございます。はい、見た目がフグ刺しなので、フグ刺しと呼ばれています。そのまんまですね。あ、大丈夫かな。あ、これ、どう。はい、これが選択機と呼ばれる攻撃ですね。まあ、見た目通り、なんか、ウォッシングマシンなので選択機。避けてますね。そう、避けちゃダメな攻撃なんだが。あ、ヒマチも残り、1ミリ、0ミリといったところで。いけるかな？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 おっと！倒したー！見事です！撃破しました！ヒマチ撃破！ GG です。GG です。はい、カエルさん、やはりヒマチの安定度で言うと、やはり随一ですね。いやー、ちょっとね、ヒヤッとしましたね。ちょっと、あの、発狂入ってすぐミスしてしまう。あーですね。はい。なおかつ、カエルさん、洗濯機で手動ボムを打つという選択肢を、他の、普通技さん取られることも多いんですが、カエルさんは避けに行くことが多くてですね、こちらも我々をヒヤヒヤさせましたね。いつもカエルさんというか、あの、火鉢戦の洗濯機は、避けるの無理だから、あの、諦めますって僕解説するんですけど、カエルさん避けちゃうから解説にならないんですよね。はい。避けるので諦めませんという解説をしないといけないですね。はい。はい、ということでカエルさん、あの、完走した感想をお願いしましょうか。そうですね、カエルさんにコメントを伺いましょう。はい、お願いします。なあ、あの、ちょっと、すいません。なんか、ひどい展開になりました。やっぱり、本番の魔物は強いですね。あ、でも、まあ、楽しく見ていただけたら、まあ、幸いです。まあ、今回のプレイが、皆さんがシューティングゲームに興味を持つきっかけになればと思います。まあ、もちろん、最大王女に興味を持つようになったら、もっと嬉しいですね。まあ、それでは私はお先に失礼します。視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。カエルさん、ありがとうございました。我々からも、そうですね、ロキさん、まず一言お願いできますか。はい、感想した感想ですが、やはり見せてくれましたね。もうやはりこういった一発勝負の場ではふさわしくないというとあれなんですが、やはり最大王女シビアな面が非常に目立つゲームなので、カエルさんの力量をもってしても火鉢を出すにはやはり困難がつきまとうのではないかと思われましたが、うん、見事火鉢を決めてくれました。これにはもう本当にあっぱれの一言ですね。わー、おめでとうございます。以上です。はいはい、では、私からのもう一言、カエルさん、あの、素晴らしいプレイをありがとうございました。そしてですね、あの、 RIJ2021 ウインターの、運営の皆様、協賛者様、そして視聴者の皆様、あの、ご視聴どうもありがとうございました。あの、すいません、ちょっとあの予定タイムをオーバーしてしまったんですけど、リトライを認めていただいて、まあ、盛り上がってよかったと思っています。いや、激しいプレイでしたね。あの、もうちょっとこうなってしまってはですね、ちょっとあの、遊びやすいゲームなので皆さんもどうぞってなかなか言いづらいんですけど。あ、まあ、ただ、今回カエルさん、ヒカリちゃんに水着を着せたエキスパート強化のプレイスタイルなんですが、はい、ヒカリちゃんに、戦闘服や私服を着せることによって、まだ、ここまでで、難易度ではないモードも遊べます。うん、少し前の、はい、はい、遊びやすいモードにはなっていますので、うん、まずはそちらを遊んでみることをお勧めしたいとは思いますね。そうですね。このゲーム、Xbox 360の移植版、家庭用、ちょっとね、あの、Xbox One とか、あの、1X ではできないんですけども、あとは、ま、全国のゲームセンターに、はい、はい、あるところにはありますので、ぜひ見かけたらちょっとプレイしてみては、はい。お願いします。まあ、この基盤、今現在中古で67万円台で取引されておりまして、まあ、ちょっと非常に手に入りにくいお値段ではあるんですが、なんとこのゲーム、ゲームセンターに行けば100円で遊べちゃうんですね。なんと、67万円のゲームが100円で遊べるの？はい。はい。
大体都内でですとね、秋葉原のヘイですとか、と高田馬場三角にもありますね。あとは、やはり何と言っても、外せない最大往生の聖地、富士見台ワイワイですね。こちらには、最大往生と、ドンバチ最大のエクサレーベルの1台ずつがあります。こちらも、ぜひ行ってみる、見られることをお勧めします。すべて100円で遊びますんで、よかったらぜひコインを入れてみてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。我々、もともとシューティングゲームのね、ゲーセンのオフラインのコミュニティでやってきました。で、今回はこうやってオンラインの配信企画やってますけども、またね、ゲームセンターでもイベント企画いろいろやっていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。これからも、シューティング、またまた、次の RIGA でももしかしたらあるかもしれません。皆さんもご興味を持っていただければ幸いです。はい。では、このぐらいにして、ドンパチ最大往生終了となります。アーケードゲームゾーンはこれで終わりですかね。次は、星のカービィスーパーデラックス、4人で並走されるということです。残り4枠は任天堂枠ということそうで、ですね。もし、私らもはい。視聴者に回りまして見ていきそうたいでとす思いまね。す。はい。ということで、RTA in Japan 2021 Winter、最後までお楽しみください。はい。それでは、私どもは失礼します。お疲れ様でした。皆さんご視聴ありがとうございました。失礼します。失礼します。